ここに埋蔵施設がございます。あとは点検とかも当然ございますので、そういう点検の計画なんかも考えながらですね、その流れを作って、それにふさわしい。 アルプス処理水を移送してますという話をしました。その配管がですね、あそこ、まあちょっと細い、この運用によって、まあ増減あると思いますけど、しっかり体制は維持しております。まあ、あそことですね、もう一つ、あそこにも、あります、あります。このまあ真ん中をちょっと奥に行ったところと思っていただけると。 当社会長小林の方より、お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。このオペレーションでは、万全の対応を廃炉の期間中、長期にわたって持続することが求められているということを強調したいと思います。海洋放出の時期は、安全性の確保や風評対策の取り組みの 状況を政府全体で確認をし、判断をしていくこととしており、今の時点で、この具体的に時期については、まだ申し上げることは控えなければならないと思っています。今年度後半にも燃料デブリの試験的取り出しの開始が予定されているなど、 今後廃炉作業がより本格化する中で、これを着実に進めていくためには、この新しい施設も建設していかなければなりません。そのためにもアルプス処理水を処分し、タンクを減らすことが必要であると考えています。こうした点から、アルプス処理水の海洋放出は、廃炉と福島の復興を進めていくために、 決して先送りができない課題であると申し上げております。